放課後ティータイムっていうのはな、今を生きる高校生のロックスピリッツを熱く激しく表現するロックバンドっつうかさ。いいこと言おうとしてるだろう。だって後に残るんだろうか。では部長のりっちゃん、あなたにとって放課後とは？そうだな、人生の無駄遣いかな。確かにな、本当ですよね。ちょっと聞いてみよう。やめてください。はい、みんなスタンバイ。いきなり？あ、待って待って。秋山美代、中野あずさ、平川優衣、放